ここから。私は平気だけど、大丈夫？そうだね。四六時中顔合わせてんだもんね。ううん、なんか不思議。二人ってなんだか恋人同士みたいに見えることあるから。
活？探してあげるから。何言ってんの？無神経なのはあんただけでしょ？なんかいいね。バカ。
時の悲鳴、何だったんだろうね。
ちょっと、そんなとこいじって大丈夫？ちょっと、そんな怪しい知識なわけ？開けた本人が一番驚いてるじゃない。
気味悪い。そうですけど、え？水谷先輩？ん？やっぱり、水谷先輩！あなた、ゆつきちゃん。はい、穂高です。穂高ゆつきです。以前ちょっとね。あんただって知ってるはずだよ。水泳の全国大会とか出て、学校でも何度か表彰されたりしてるんだから。人の話を真面目に聞かないからでしょ。水谷先輩は、どうしてここへ？あ、そうだ。私じゃないですけど。あ、すいません、手伝ってもらえませんか？手伝うって何を？悲鳴あげたの私じゃないんです。この通路の突き当たりで知り合いの笠原美澄さんって言うんですけど、シャッターに挟まれてしまって。挟まれた？はい。その人、大丈夫なの？はい。シャッターが途中で引っかかっているので、あれ以上下がってくることはないと思うんですが。私たちで助けてあげられないかな。そうだね。ゆつきちゃん、私たち、ちょっと様子を見てくるから、何か使えそうなものがないか探しててくれる？